あ、ここもなんか悪くねえな。あのよく行ってるプールのすぐ近くで住みやすいと思うな。あ、この辺屋台だ。あれステーキはどこだっけな。これはタイ料理だよね。あっちにお寿司屋さんがあって1個5バーツちょっと見てみようか。あ、もう終わりの方だ。なるほどね。5バーツ5バーツもうほとんどないよね。あれステーキ屋さんあっちかな、ね、え昔エミアのところで働いてました。2年ぶりっつって来たウイさんっていうね、おっさんがピンク姉さんと喧嘩してさっき辞めちゃったんだよね。ほんとみんな怒りっぽい。声が枯れちゃって、ごめんなさいね。あれどこだっけな、ちょっと待ってね。来てくれたウイさんという、うどん谷のおっさんがピンク姉さんと喧嘩して、辞めちゃったついさっき。なんで喧嘩したのかっつったら、お客さんが昨日ね、あの何回もスタッフのことをうちの従業員のことを呼んでんだね。注文しますよとかお会計ですよとかつって、でもうちのスタッフがもうスタッフ同士で話しちゃって全然お客さん相手にしないと。それに頭きたウイさん。ウイさんってのはもともと日本で名古屋の方で確か仕事をしていて、うちのマネージャーは茨城のおっさんとタイ人の女性のハーフであって、でなんでマネージャーと喧嘩したんだっけなって思い返してみると、そういや日本人シェフ、日本食できる人募集で募集かけて、うちの昔のマネージャーがね、そしたらまあウイさんをね、あ、日本食できますっつって、日本に住んでました、日本語もできます、確かに日本語ある程度できるし、よしじゃあ採用だっつって採用したんだけど、なんかちげえなお前の日本食っつって、天ぷらとかなんか天ぷらとね串揚げの何そうなんか区別ついてなくないかお前っつって、そういうことで喧嘩になって、ほんと日本食やってたのっつったら、日本で日本の名古屋で中華料理店で働いてたんだよっていう話になって、お前嘘ついてんじゃねえかよっつって喧嘩になったね。でまた今回喧嘩になってピンク姉さんと辞めちゃったと。この辺の土地に住むってのもありだよね。そう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 。あ、また新しいお店ができようとしていて、何屋さんだろう。イカのマークが書いてあるからイカっぽい何かなんだろうね。まあ、こうやってね、自分たちで書いて、ね、どう考えても自分が悪いじゃん。でも私の方が先輩なのよ、私の方がここで長いのよ。でその決め手となるまかないじゃないんだけど、スープ作って食ったらしいんだよ。その時にロッディっていうさ、あの調味料っていうか粉末のスープの素みたいなのがなくて、そこにあっただしだ、だしだってさ韓国のだしだを使ったらしいんだね。だしだってさ牛だしじゃん、豚じゃなくて鶏じゃなくて牛でしょ。そしたらそのウイさん牛食えないんだよね。それは後で知って、食った後これうまいなとかってね、これ何言ってどうやって作るのって、あこれですってね、だしだですよ、これ牛肉じゃねえかよって言って、それで、座り込んじゃったんだって地面に。あー牛食っちゃったって言って、もうやめますって。ここだここ、もう半締まりじゃん。あれこの人、この人じゃん、今帰ってきた。これがピニ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 、あー手前の間に明日の10時。あ、オッケー。彼ですよね。ポポポポ。いい。お前。ああ。じゃあまた今度来ましょう。じゃあどっか違うところでご飯食おうかな。ね。そうそうそう。じゃあもうちょっとこっち進んでみようか。あ、違いなんかあるでしょ。じゃあステーキはこの辺にもうないのかな。お好み焼きってどうなんですか、タイでたこ焼きは結構ありますわな。お好み焼きはあったね。お好み焼きの専門店みたいなのはチェンマイにはないんじゃないかな。バリウマパイセンがお好み焼きについてよく考えてみたら採算合わないなって言ってたよ確か。でタイにはタイのタイ風お好み焼きってのがあって、ホイトードってね、牡蠣を入れるんだね。牡蠣を入れたお好み焼きがこれじゃない？あ、これでしょ。オイスター。これ。いい。ホイトーチェルナ。台風お好み焼きオイスター。牡蠣が入ってんだね。これをチリソースで食べますよってね。小深関が。
ママがね、その仲裁に入って、喧嘩やめみたいな感じで、その喧嘩の仲裁に入って自分の価値を上げたがるってね。必ず不良の漫画に出てくる、ちょっと綺麗なさ、女の子いるよね。私のためにやめてみたいな、竹内まりやみたいな。おめえ関係ねえし、みたいな。結局最後は、ピンク姉さんの肩を持つってね。ウイさん、どっかに旅立ってしまった。で、妻からその連絡が来て、そういう時に、おい、ピンクねえっていうふうに言わないこと。なんかプラスの側面を探して、ああラッキーだなっつって、まだいろいろ細かいことを教える前にやめてくれて、ねいろいろ教えた後にやめますよってのは結構大変じゃん。で39バーツバーガーでステーキもありますね。じゃあちょっと今日はこちらで、ね、バーガーブロー&ステーキ。うわーすごい、こんなたくさんメニューある。あ、でもやっぱタコスはさ150バーツとかしてくるわけだね。ビーフタコスは189バーツだもんね。まあそれは今度やるとして、エミアンが食いたいのは、今やってるのはステーキどうなのっていう世界観だから、ステーキ100超えてくんじゃん。ポークチョップ、でもバーガー食った方がいいかな。よし、じゃあいやいや、このポークショルダーいきましょう。この間ポークショルダー、だからドリンクは俺ソーダ欲しいんだな。ビール安い、ビール75バーツだって。ソーダ、スパーキングソーダ、レモンソーダ、じゃあレモンソーダ。バーガーも食ってみようかな。バーガー、バーガーセットってのもあるよ。いいんだよ、焼き肉や。あのさ、エミアン出身が横浜でしょ。で、あんまりステーキイコール横浜ってイメージないんだけど、意外に勝手にプライド持ってステーキやってる人間が横浜に、多いんだよね。日本で肉食が始まったのは明治になってからでしょ。ね、それまではだいたい奈良時代から江戸時代の終わりまでは食肉禁止でしょ。食っちゃいけませんよって。いやすげえ長いこと肉食わなかったけど、黒船ペリー海戦が横浜に来て、そこから始まったんだね、あの肉文化が。その時に同時に当然、牛肉食いましょうっつって、明治の初期ぐらいから横浜で、ステーキ文化が始まった。でも一回、ステーキ文化ってのは消えちゃうんだよね、あまり日本人にはステーキ合わないやつって。夏目漱石、誰だ、国木田どっぽとか、あと宮沢賢治とか読んでると結構小説の中にステーキ出てくるよね、ビーフ的ね。だからてっきり昔からあるもんだと思ったけど、明治の時に入ってきて、でも一回消えるんだよね。でまた第二次世界大戦以降、アメリカが沖縄にステーキを持ち込んで、だ沖縄発のステーキ文化と、横浜もっと古いね、横浜発祥のステーキ文化ってのがあって、横浜ステーキ、あことか、バーガー来ました。39バーツね、よく焼かれてるなっていう、ポークバーガーですね。行ってみましょう。美味しいっすよ。タバスコかけたいな。今ちょっと日本円が安いから、ね、そこまでお得だなっていう感じはしませんか。これ何ってこの歌、昔よく聞いたな。あ、こういう感じ。69バーツぐらいのものとは違うでしょ、その倍。パークショルダーステーキ、もうタレがある程度かかってる状態で、なおかつまだタレがあるっていう。じゃあどういうことでしょう、食ってみましょう。どうやって柔らかくしてるんですか、そこが課題ですよね。グレービーソースパイソン、昔、どっかで生命体として存在したんだなっていう
肉だねっていう、まあ魂が少し肉に宿っていて死んだことに気づいてねえのかっていう、そこまでねえな、気づいてんな。そういうのさ、切られてしまうと、切られてしまって出てきちゃうと、あれ自分で切るんじゃないのっていうね、僕が切るんじゃなかったっけっていう問題があるよね。あ、もう切っちゃったっていうね。そこはどういうふうにお考えですか。僕が古いのかな。なるべく自分で切りたいなっていう、中と外の火の通し方がちょっと違う方が、まあ、美味しいわけじゃないんですかっていう。切られてる状態で焼かれてしまうとちょっと、それは何、それはちょっとあのステーキの楽しみから反したりはしませんかっていう。あ、やっぱマスタードがあるちゃんと。何せよね、来たばっかのステーキ職人が辞めちゃって、ね、チェンマイの女たちってなんであんな感じなんだろう。よし、じゃあごちそうさまでした。今日の、夕食ステーキはこんな感じでした。ありがとう。